キングメリオッチェの豆知識のコーナー。今日はアリを作る時の豆知識を教えます。ゴー。アリのオギとメギを作ったんですが、基本的には墨通りに刻むんですけど、このアリ先の部分だけは墨を5輪ぐらい殺して刻むんです。これははめてみたら理由がよくわかります。はめてみましょう。さて、はまりました。ここをよく見てください。これ伸びてますよね、炭より。だ、肝心なのはここの胴付きがぴったりひっついていることであって、ここを炭ぴったりに刻んでしまうと、先が、アリの先が立ってしまうんですね。それで建物がどんどん伸びてしまうんですよ。なので、ここを、この炭をぴったりひっつけるために、アリの先の炭は5輪ぐらい殺して掘って刻んでおきます。